皆さんこんにちは。今回は柏島ですね。今回で動画化するのは4本目になります。前回の動画は1年前になりますね。その時と何か違うところはあるでしょうか。早速潜っていきましょう。1本目は民家下になります。その中でも一番北側にある部位から入る場所ですね。ご覧の通り透明度がえぐいことになってますね。沖縄よりも良いくらいです。黒潮が直撃するタイミングなどいろいろとあるのですが、時折こうやって凄まじい透明度になります。この時点でだいたい20メートルくらいの深さにいるのですが、ソラスズメダイが普段はいない深さにもいますね。ここが一番深い養殖生けすの残骸になります。この辺りで30メートルですね。スミレナガハナダイのメスやウイゴンベなどがちらほらいます。サンゴも綺麗ですね。ちなみにここをもう少し先へ行くとオシャレハナダイやピンテールラスなど珍しい魚がいる深場になります。今回はここから先は行きませんでした。7月の取材でも行けなかったので秋以降の楽しみにしておきましょう。アゴアマダイの仲間ですね。いわゆるジョーフィッシュになります。タイミングが合えば口に卵をくわえている姿を見れるそうです。続いては勤め先ですね。柏島ではおなじみのスポットでしょうか。早速深いところへ行きましょう。本来なら46メートルにいるナギナタハゼを撮影するつもりでいたのですが、先行した深場ガチ勢よりいなかったとの報告。36メートルでストップして撮影をしていきましょう。早速いたのはアケボノハゼですね。2年前の動画で出てきて以来ですね。ここの36メートルにはペアが1組定着しているようです。他には黄金キュウセンに混じってフタホシキツネベラもちらほらいます。前回動画でも言った
崖になっているところですね。こんな感じでソフトコーラルが生い茂っています。下が33メートル、上が26メートルで7メートルくらいの崖ですね。ライトを使っているのでより色は分かりやすいでしょうか。7月の取材でもここは見ているのですが、透明度が悪いとより深いところにいるハナダイが上がってくるようですね。崖のくぼみにやってきました。この場所にスミレヤッコが流れ着いているようです。屋久島より北側ではほとんどいないヤッコですが、今回なんとか写真は撮影できましたが、その後いなくなってしまったようですね。崖の上の方に行くと、金魚ハナダイや赤帯ハナダイ、スミレナガハナダイが大群を作っていますね。浅い根の周りに大量にメジナが群れていますね。釣り人はいなかったのですが、今日は釣りをしたら入れ食いだったかもしれませんね。3本目はひょっとして勤め先になります。ここも前回の動画でも潜っている場所ですね。ちなみにポイント名の由来は勤め先っぽい地形だからという話を聞いたことがあります。花ひげウツボですね。1年前はもう少し奥の砂地に穴を掘っていましたが、今は岩の隙間にいるようです。ここにもアケボノハゼがいました。30メートル前後くらいだったでしょうか。稲妻光石持ちですね。昨年も同じような深さ、場所で卵をくわえていました。安定してここで繁殖しているようですね。最後は後ろ浜2番になります。ここはそこまで深い場所には行かない感じですね。透明度がいいだけでなく、ソラスズメダイなど魚がたくさんいて、浅い場所だけでも楽しいですね。マクロ撮影はそこまでしなかったので、 GoPro でワイド動画ばかり撮影していました。
浅瀬にはテーブルサンゴがたくさんあります。グラスボートがよく回る場所ですね。魚も多くて綺麗です。でしょうか。幸運にも透明度が素晴らしいタイミングでの取材でした。今の装備にしてアケボノハゼもしっかり撮影できるようになりましたし、だんだんとマクロ探しの目にもなってきたかなとも思います。前回の天草の動画の再生、コメント、マイリス、いいね、ありがとうございました。今回は深い場所のレアものは見に行けず、7月の追加取材でも行けなかったので今後も通っていきたいですね。コメントへの反応は動画内で返していますので、適宜ご確認くださいね。次回は2回目の沖の選ぶです。3度目の正直で今回こそはいけそうです。ヘルフリッチやミラミハナダイと会えることを楽しみにしています。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。